はい、皆さんおはようございます。改めましておはようございます。令和5年、11月の13日の月曜日、ここはですね JR 東淀川駅です。位置関係でいうと新大阪の一つ手前になります。手前というのは東京に向かって手前という意味ですね。この駅は快速列車の停車しない、普通列車のみが止まる駅になります。でこの駅ですね、新しくなって初めて来たんですが、ね、ずいぶん綺麗になっちゃいまして、で、線路の両サイド外側に、快速線が走っています。正確に言うと急行線っていうらしいですけどね。新大阪に到着したら楽々播磨の回送列車が、通過していきます。そして、複々線なので外側線と内側線双方に、線路が走ってますが、今は、2番乗り場と称している内側線の線路に西明石行きの普通列車が入っています。朝の通勤ラッシュの時間帯になります。女性専用車、いわゆるメス車と呼ばれている車両ですね。結構乗ってる人いるんですね。この線路は大阪東線の線路になります。大阪東線はですね、東淀川の駅には線路があるものの、ホームはございません。路線図を見ると東淀川を通ってないように見受けられるんですが、ホームそのものはあります。普通列車の西明石行きが出発していきます。快速列車の、米原方面行きの列車が出発していきます。ホームドアがあるから安全なんでしょうけど怖いですね。はい、こちら東淀川駅のホームでございますが、新大阪寄りの、ホームの先の方に来ると、東京起点552キロポストがあります。ちょうど、駅名標と対峙してますね。これが駅名標、これが、キロポストになります。まあ、設備オタにはたまらない光景なんですが、しかしカメラを変えたらめちゃくちゃ軽くなったな。新大阪駅の駅名標です。新大阪駅じゃなく東淀川駅ですね。ご覧のようにですね、駅舎が高架化しています。これに伴いまして、この先に踏切があったはずなんですが除却されています。その除却の結果生まれたのが、
この、橋上駅舎なんですが、この橋上駅舎にはバリアフリー対策としてエレベーターが今正面に映っていますが、このエレベーターの脇にスロープが設けられています。ただですね、地上高を取らなければいけない都合上 かといってこの地上高を そこそこの大きさで、緩やかにスロープを作ると、これはちょっと、仕方ないんでしょうけどね、なんとかならなかったんですかね。このスロープを上がるだけでもなんか10分以上かかりそうですね。どうにかならなかったんでしょうね。はい、また西明石行き、なぜかここは普通列車表示が出ていますが、なぜかあそこは試運転表示になっていますね。何があったんでしょうか。あそこの車両だけ試運転表示です。ここは上には JAL が飛んでいます。飛行機ですね。伊丹空港が近いからってのもありますが、いや迫力すごいな、あんなでかく。まあもうすぐ隣豊中市ですからね。はい、で先ほどお伝えした、これですね、552キロポストで、ここ 551.850 キロなんで、この850キロを駅中心点を探しに行きましょう。どっかにあるんでしょうね。150メートルだからちょっと先かな。大体この手の、この手のですね、発車します。ものっていうのは電車は7両で到着します。事務室の下にあるのでこの辺なんでしょうね。1番から7番で表示は見当たりません。お待ちください。ないよね、ないないけどこの辺なんでしょう。まあちょっと危険なので無駄に探すのはやめときましょう。はい、ではですね、改札に向かってみます。はい、こちら改札口です。この駅にはですね、日東と書いてある会社さんの看板が出てます。グリニアール反応の日東化成っていう会社なんですね。はい、綺麗な駅舎の中内部ですね。東淀川の駅はかつては地下道で、があったんですが、この名残というか、自転車の通行を考慮したゾーンが設けられています。ですので改札口の手前側に、フェンスというか、そうですね、フェンスですねが設けられています。運賃表です。当駅から新大阪、大阪まで140円、大阪までは170円になっています。
運賃としては福島駅も170円ですね。はい、そして緑の窓口は設けられていませんが、いわゆる MV 緑の券売機というのは用意されています。で、実はですね、ここの駅はもともと新大阪の駅として開発される予定だったんですが、微妙に離れているので、新幹線の交点と微妙に離れているので、当駅と新大阪駅は別個に設けられました。東海道新幹線の建設予定地には東淀川駅付近なんていうふうに記述まであったんですが、はい、ではですね、こんなところにもインボイス制度の話が出てるんですね。はい、ではですね、ちょっと地図を見ましょうか。今私がいるところがここで、これから向かう、もうすぐですね、東三国駅。はい、では東三国の駅に向かってみましょう。さすがに朝ラッシュ時間帯だけのことがあって、利用者さん多いですね。まあ、新大阪ぐらいだったら歩いちゃうんでしょうけど、ここならね、700メートルぐらいしかないはずなので、はい、では一旦止めます。ただいま東、淀川駅の、うおー、これはすごい。私が前に使った時のデザインの駅舎が、そのまんま案内、すごい、しかも図面が残ってるんだ。へえ、懐かしいな、これ。ちょうどこれ廃止になる直前の絵ですね。はい、東淀川はですね、あ、すごいな、ね、駅舎が、まあ、駅舎の前には、でこう中華料理屋、開いてんのかねとてもオープンしてるようには、オープンというか、そのまさにこの時間から中華料理屋ってのは開いてないでしょうけど、そして、あ、東淀川の駅ですよっていう看板はあんまり大々的にはないんですね。はい、素朴な疑問なんですけど、こういう、まあ、歯医者さんに限らず、こういうお店って土地のその使用者の関係って、ね、例えば JR から借りてるのかな、それともここは市の土地なのかな。ここを買ってるってことはないと思うよね。隣に駐輪場だし、多分公共のスペースを借りてるんですかね。アモ歯科クリニック新東淀川駅前って、これだ、一体どういう権利関係で借りてるのか気になるところですよね。逆にこれは歯医者さんだから借りることができたんですかね。はい、ではですね、東淀川の駅の紹介は以上です。ありがとうございました。今日はですね、JR 北海道硬式野球クラブが、いよいよ京セラドーム大阪で、日本選手権、社会人野球日本選手権の、初戦を迎えます。相手は東京ガスです。相手にとって不足はありま、ないどころか、強いんでしょうけど、なんとか勝って帰りますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。